よ。あ、今から音が入りました。離島で年越さないよ、帰りたいよ。ですね、ちょっと前口近づけたら音を引きずるかな。いらっしゃいませ。離島、ですね、帰れないフラグ素晴らしいですよね。コウスケさんいらっしゃいいらっしゃいませ。そんなフラグは必死おりますよ。よし、じゃあまず、いや、学生さんいらっしゃいませ。よいしょ。部屋の様子からまず状況からご覧いただきましょう。暇だった、寝てました、ずっと午後の昼飯配信やった後に部屋に戻って、でちょっと肌寒いもんだから、この布団に入って布団に入って温まりながら目をつぶったらですね、夕方まで眠れましたね。そう、離島で飛行機があったとしてもそんな高いもの乗らないですけどね。ルームシェア、よく見たら赤たわでなんかカップルっぽいな、これよく見たら、あ、枕の色までそうじゃないですか。うわー、向こうのほら、一応タオルあるけど中青い枕。どっちが攻め、どっちが受けですか。あと悔しいけどエアコンつけてしまった。エアコンつけてしまいました。でさっきまで梅ちゃん先生操縦編を流しながらゴロゴロしてました。梅ちゃん先生、あの話だったの知らなかった。今からどうしましょうかね。イエスの枕、よし、イエスイエス。湯飲みとポット、湯飲みないんですよね。でも食堂行ったら大体何でもある。昼飯配信やったあそこ、自由に使っていいんですよ。今ご家族がみんなでテレビ見てましたけどね。じゃあ状況説明とかそういうのは後回しにして、なんてビールか、ですね、このすぐ近くにある JA のスーパー以外に物売ってるとこなくて、でそこも今日夜7時に営業、今年の営業終了して、もうこれ以降宿から何かをもらう以外に、飲み物食い物を入手する手段がありません。まあ自販機はあるけど、で自販機で唯一手に入ったアルコール類、これオリオンの発泡酒、発泡酒ですね。あ、これアルコール 5.5% ってビールと普通同じじゃないですか。うん、似たようなもんですね。ちなみにこれ最初に泊まった名護のビジネスホテルでウェルカムドリンクとして出てきたやつと同じですね。麦職人コンビニ、1日2便しかフェリーがないんで、であと今日まで営業してるって言ってたはずの店がことごとくやってないんですよ。多分あれフェリーが来てなくて物資の補給がなかったからじゃないですかね。あれはちょっとね、やられましたね。今日島の中の、うわ、青が、あ、大丈夫ですか。この近くは一通り歩き回って、パーフに書いてある悪天候で、そうなんですよ。これに書いてある近くの店全部回ったんですけど、全部開いてませんでした。島内でアナウンスして、31日まで営業してますって言ってたはずの店まだやってなかったよ。泳がなかったというか、今日結構肌寒かったです。悔しいことにエアコンつけてます。今コンビニないです。共同売店と JA だけですね。で気分でどうなんですかね。ちょっとこれじゃ見えないな。じゃあ、お待たせしました。そう、リトニア勤めて本当に初めての体験なんですけど、何もできないんですね。店も何にもないもので。じゃあとりあえず乾杯。乾杯。乾杯。将棋館、そうや、麻雀とかそういう、いかにも、温泉宿みたいな設備もここは特にないんですよ。でもそういうシンプルなとこは好きですけどね。もともとここ食堂もやってたんじゃないかな。
おめでとうございます。良いお年を。うわ、夜遊びするとこスナックがあるらしいですよ。スナックはもしかしたら開いてるのかもしれないな。いやでもどう見てもあれ開けるような雰囲気じゃなかった。戸締まりしてありましたからね、そうそう、明日も本当にフェリー動かない可能性もあるんで、そしたらですね、明日取った飛行機のチケットキャンセルして、正月過ぎてから福岡の実家に移動してから、でその後1月3日にトンボ帰りで神奈川に戻るということになりそうです。明日船分かんないんですよ。ちょっとね、分かんないですよね。あ、先にこっちやりますか。残った食料が、うん、会社に戻よっ、年越し、あ、そうそう、こっち のローカルニュースでやってましたけど、あのこっちで沖縄そばで年越しそばやるっていうのが、平成でしたっけ、いや昭和40何年か、昭和40年代ぐらいから、私の生まれた頃からの習慣になってて、で今あの、25% ぐらいは県外に年越しそばとして出荷してるそうですよ、とかいう話はいいですか、先ニュースで見たもんで。でちょっとすみません、コメントまともに、実家には戻らない、いや戻らないとちょっと、多分なんか反応、何言ってるか分かんないですよ、うん。うん、明日本当にフェリーが明日も動かなかったらここにもう一遍泊まるかな。確かここ連泊するとちょっと安いんですよ。あ、そうなんですか、ね、なるほど。このまあ部屋片付ける日、ね、手間がなくなりますからね、ベッドメイクというか布団メイクというか、うん、布団処理がいらなくなるからかな。うん、あ、お酒弱いんですよ私は。うん、青が一コメぐらいいましたね、うん、やっぱり同じように足を食らった。いや、明日目じゃなくて本来明日あの移動するって言ってました。言ってました、うん、だあの二人は、はいはい、二人で明日はまた本ネタか、うん、そろそろ飽きてきましたね。なんか次のネタないのかな。でも大丈夫、あの走ってる時よりもこういうことやってる時の方が、うん、あの心に余裕がございます。うん、青森ちょっとね、あのしばらく開ける気にならないです僕は。あんなに飲んだからしこたまね飲んでだいぶベロベロになっちゃいました、ね、伊是名島さんの、うん、あまり流通してない時はっていうあの青森ですよね、うん、そうでしたね。あれ本当じゃ限定品、いやこれじゃないけど。うん、何やってんの、うん、島で足止め中です。今どこにいるかっていうとコンバーブいいねー、電話してくるのはレンタカーぐらい。うん、うん、今日午前中は島の中歩き回ってですね、この近く 1,2 キロ圏内を、うん、あのダムとか見に行って、うん、カッパ着込んでね、ん、うん、カッパ着込んでね、あ、カッパ着込んで、うん、さっきちょっと思いっきり咳したら勢いがつきすぎて喉を痛めてしまって。明日の予定は、あ、そう、あ、ちょその前に今日今いるところ僕が今ここ出してみれば、はい、あ、そうか、今こう出してないか、うん、兄さん、兄さん、実は生き別れの兄さんだった。あれか、なんか相談してたやたら言われますね、今回、うん、潜水艦で、あ、そっか、潜水艦だったら波関係ないですもんね。うん、何が今いるのは、あ、GPS 合ってないや、今いるのは、こんばんは、どこだ、あー、この辺り、正月、いや、多分しないと思うな、正月は。あれ、フォーカス、あれ、これ、手動フォーカスになってる？確かオートにしてたはず。うん。まあ、大体どの辺かというと、この辺。この辺の島にいます。まあ、身動き取れないんです、本当に。あの、本当にここまで。100% あのフェリーの運航にあの、うん、あの左右されておりますスケジュールを。またキッカー君の人が来ましたね、うん、で明日ですね、明日9時の1便が動かなかった場合は私は自動的にあの福岡に帰れなくなるのかな。あ、どうだろう、一応プラス1万円払ってスカイマークの B を変更すれば帰れるかな、うん、夜中に福岡に実家に、うん、でそこで何したん、ん、何したの、ん、
なんでそこにしたの？島の話かな。この島はですね、本部半島っていう沖縄本島の出っ張りの周りにいくつか離島が固まってるんですよ。固まるっていうか3つぐらい行ける島があって、今回そのうち行けるだけ行こうと思って。でフェリーが欠航悪天候で、はい、で隣の伊是名島まで普通のフェリーで渡ってきて、でそこで宿同泊したカップルさんがこの伊是名島の隣のここ伊平屋島っていうところに渡し船チャーターして渡るっていうので、それ便乗して渡ってきて、でそれで本来今日は半島に戻ってから別の島に行ったり名古屋に戻ったりしようと思ってたのが、島で一日足止めでございますよ。うん、あそうだ、カップルさんも足止め食らってますよね今、うん、どうなんでしょうね。島内のどっかの宿に泊まってるはず、うん、昨日レンタサイクルで島回ってるのとすれ違ったけど、うん、で、波が荒れるヘリって帰りましょう。ヘリポートあるかな、うん、見てないけど、まあね、ヘリポートあるのかもしれない、うん、ヘリ呼ばなきゃいけないですね。そう、しけ込んでる、うん、一人サスペンス。まあ、島そこまで極端に小さくはないんですけどね。その辺に船越英二郎がいるかもしれないですね、うん、船越英二郎、うん、火曜サスペンスに。ああ、カサスですね、カサス。そうそうそう、飛行機の件は明日15時に、そうそう、うん、ですね、すいませんまたコメント無視して、明日私はですね9時にフェリーに乗って10時20分に向こう本島に着いて、そこから2時間以内に名護っていうところに移動して、12時半のバスに高速バスに乗らないと、そこから那覇に移動して15時20分の飛行機に乗るの間に合わないんですよ。なので那覇観光する時間とかそんなの全くございません。高速バス輪行で名護から那覇に着いたら、その場で空港の中で乗り継いで飛行機に乗らなきゃいけない。だから名護バスターミナルでパッキングするときに飛行機輪行対応にしていろいろディレイラーとか外しとかなきゃいけない。那覇那覇、うん、そんなにうまくいかなかったら困るじゃないですか。何言ってんですか。うん、飛行機に、いや本当にですね、思ったよりスレスレ。今からもうかなりハラハラドキドキですよね、うん、ちなみにホラフキーさんはそれより1時間後の飛行機なんで、もうちょっとだけやります。ただバスが何らかの原因で動かなかったりしたら、うん、そうですよって。あ、そう、明日曇り、うん、だって風が分かんないんですよね。ちょっと外の様子これから見せましょうかね。枠外では互いに布団に寝転がってそれぞれのスマホを見てる状態です。でテレビが流れてる状態です、うん、風が語りかける。あ、今ちょうど風が語りかけてるから、ちょっと外出てみましょうか。風が語りかけ かけますか。うまい、うますぎるってやつですね。それです。ちょっと声近くてうるさいかもしれないけど、うん、今からまあすぐなんで咳やさっき勢いつけてくしゃみしすぎて喉痛めちゃって、あ、痛い。ちょっと待ってください。話すこともチャンネル映るの民放、いや地デジだからいっぱいありますよ。でちょっと待ってください。明るさを室内で変えといて、コーヒー、コーヒーは食堂で飲みたい放題です。こう、こんなもんか。よし、じゃあ行くか。仲悪いの、いや、スマホ時代はのコミュニケーションってそんな感じじゃないかな。よし、でこれですね、ここの鍵閉めてないと風でドアが勝手に開くんですよ。一応ちゃんと返しがあるドアのはずなんだけど、あれやったで自転車をここに置いてありまして、暗い。あ、そうだ、ライトありますかね。ライトあ、ついてる。自転車の前に置いてます。できるだけ雨がかからないところに。あ、で風がちょっとまた弱くなったな、残念。で外の様子はアパートそんな感じですね。あ、ちょっと借りていいですか。やった。
やろうというか、そう、本当に集合住宅の体裁なんですよ、体裁、うん、そんな感じなんですよ。音だけだと、風はそうですね、うん、お、吹いてきた吹いてきた、もっと吹けもっと吹け、配信用にもっと吹け。あんまり普通なこと言わないことですか。あ、そうですね。夜の街でって、人で歩いてないですから。あと明かりもないですから、あんまり。うん、気温はですね、さすがに今、外にウィンドブレーカーも着ずにいるとちょっと肌寒いですけどね。もうしばらくだったら十分大丈夫。お、来た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 。ふけふけ。ふけふけ。もっと配信用に、極端に吹け、極端に。今だけ今だけ、明日の朝やんでいいから。ああ、うん、電波この辺りありますね、市街地なんで。何これ、わらわら。これがね、風の音なんだな。風の音ですね。で、まあ、これが我々の今いる部屋ですね。吹いたら負け。本当にですね、明日の朝 やばいんですよ。明日の朝大丈夫っていう保証が全くないので。酒飲んで、あれ、明かりが消えてる。怖え。いつもより、配信用に。あ、今どこかドンって言ったけど、今の音何。ヤモリ、あ、ヤモリですね。ヤモリはコインランドリーのとこいたんですよ。いたんですけど、すごい勢いで逃げたな、あいつ。で、洗濯機の裏に逃げて、で、あ、ヤモリが逃げたって言ったらですね、その裏にホラフキーさんの靴下が落ちてて。あれ、グローブですか。あれ、私が洗濯機から乾燥機に洗濯物を移すときに、なぜか洗濯機の裏にホラフキーさんの手袋片方だけ落としてて、あのヤモリが逃げ込まなかったら、気づかずにここにグローブ片方だけ寄付して帰るとこでした。というわけで、あ、明かり持ってきてしまった。すいません。結構する可能性は結構あるの。万年どこ。結構する可能性は結構ありますね。マジでありますね。可能性大。その車輪に対応する余裕がないぐらいにありますね。もう二人でストレス発散の相撲を取ろう、うん、なんか今日日々もっと強くなってきたし。万年どこ、うん、これ本当に昨日からすきっぱなしです。ふう。で、井森美雪、足止め状態、マジでそうです。本当にそうです。まあでも、なんだっけ、今はドイツ軍事って言わなきゃいけないんだっけ。ドイツ軍事はうるたえないから。何でしたっけ、そのネタ。ジョジョです、ジョジョ。ナチスって今言っちゃいけないらしいから。明日の配信、いや、明日はですね、多分配信する余裕ないと思います。明日はもう必死で移動して、余裕があったらどうだろう、早く那覇に着いたら30分ぐらい観光できるかもしれない。でもあれですね、よくよく考えると、ねね、今回出かけの朝から結構なんかそのネタ、うん、あ、私も乗り遅れかけましたからね。危なかった危なかった。ちょっと含んでましたよね、うん。で、初めて沖縄に来たホラフキーさんに対して私はこの仕打ちです。初日名護に連れてきて、八ヶ地島とか郡島連れてって。そうですね、なんか僕は初沖縄だったんですけど、ね、なんか初っ端から、うん、えらいマニアックな、名護市と島しか行ってないんですよね、今回。で、ちょっとすいません、コメント本当に無視して申し訳ないです。こういう時には一方的に話さないともう配信として成り立たないので。Wi-Fi をローカル巡り、そうなんですよ。私が過去に本島ぐるっと回ったんで、そこはもう全部すっ飛ばしてます。それ以前、名護から南側は市街地ばっかりってイメージが。そうだ、美ら海水族館すら行ってないですね。あ、そうだ、美ら海水族館、明日もそれも余裕ないですね。そうですね。何が珍しい、沖縄って那覇に寄らないって、うん、そう、那覇本当に通過しただけですからね。市街すら見てない。うん、他ちゃんで投げられてた。うん、テント忘れないでください。あ、これ、このネタ知ってる人はかなり。テント、
3年前からの人だな。昔からのロボさんファンですね。うん、現地の女性と、うん、ちなみに私は昔行きました。あの無料エリアが結構いいんですよね、無料エリア。うん、うん、あ、そうだ、あのユイレール乗れなかった間違いなく乗れない。うん、うん、まあね、まあある意味ね、いろいろ、うん、何食べてるの。ヘイマイド、ヘイマイド。うん、明日は振り返り配信用にネタお願いしますね。ん、配信用にっていうのはどういうことだろう。まあ、あの写真は撮っときます、うんうん、ところどころ。明日那覇観光してフェリーで帰ろうぜ。フェリーで東京まで行くフェリーってあるんですかね。ああ、どうですかね。私は福岡の実家に一旦寄らなきゃいけないので、うんうん、イベントありがとうございます。あ、そう、ヒゲ剃らなきゃな。うん、あ、もうヒゲ剃ってないな。離島でルーズの予定はうーん、いや、もともとですね、ものすごい余裕がある予定だったんですよ。それがですね、丸一日フェリーが2便ともなくな、あの動かなかったもんで、さすがに影響を受けました。バイクのステージが終わった、うん、スイムトランジション。ちょっと待って、ちょっと待って、そうそう、ここはと、あれ、こっちはトライアスロンやってないですよね。うん、あのこっちじゃなくて伊是名島の方でしたね、うん、毎年あの隣のハブがいない伊是名島でトライアスロンやってますね、毎年、うん、らしいですね。10月か11月か、うん、うん、4日に会社出ますね。このバスルーム、ああ風が、うん、だってそこまでの予想はできなかったよ。よいしょ、オスプレイ見てないな。はい、あれ、これ昨日見せなかったっけ、こんなのユニットバースで、あそこに着替えとか入れますね。だから あんまり跳ね飛ばすとですね、着替えが濡れます。ベトナムのオテルみたいだな。ベトナムの、私未だにシャワー文化慣れないんですよね。昨日確か見せましたよね。そう、浴槽ないです。ここはなんか純粋な沖縄風、沖縄風って沖縄の文化ですね。先に、そうそう、今日まだ風呂入ってないな。食料はですね、一応宿にいるからあの宿に頼めば少し分けてもらえると思います。あのもし明日も動かなかった場合はですね。うん、銭湯はありません。県内で何軒あるのかな。あのこの島には銭湯はないはずです。温泉もないです、もちろん。で、家で湯船張ってるの、私はもう冬は絶対湯船に入ってますね。シャワーだと寒くて、トイレなのか風呂なのか、シャワー配信はございません。もし電気があって、あ、ちなみに電気はですね、今朝だいぶ瞬電しました。あのゴーって言ってるといきなりプツッと切れて、すぐに戻って、で、あの充電してる iPhone がピロリって、あの充電開始の音がその度になるんですよ。五つ星ホテルでも、ここは結構設備的にはいいんじゃないかな。まあ普通の民宿ですけどね。うん、どこまで来てるんですか。今ここは出てないかな。今出てるみたいですよ。あ、出てます。あ、いや、あ、多分出してないと思います。パソコン、まあノートパソコンでバッテリーついてるから大丈夫ですけどね。うん、ネットシャワーか。まず電気チェック、 PC 落ちるの、便器にお湯をためれば、狭い、ありゃ狭い。うん、テレビはあのこっちは地デジ全部入ってます、ちゃんと。昨日泊まったあの民宿常盤さんも入ってました。あそこもですね、築60年ぐらいのところなんですけどね。でも築60年っていうのは新しい方です、あそこでは。うん、ビジ放送とにかく広いですからね。 LTE は LTE 契約してますか、ホラフキーさん。契約はしてますけど、 LTE 端末を1台も持ってません。みんな売り飛ばしました。なるほど、わかりません。 LTE 来てるかどうか、多分来てないと思うけど。テレビは何チャンネル、画面映さなきゃ大丈夫かな。音はちょっと本当入っちゃまずいんだけど、地デジだから全部入るんじゃないですかね。
番組表。OTV、NHK G、NHK E テレ、RBC、琉球朝日放送、OTV、沖縄テレ。あと一緒か。RBC。1、2、3、4、5。NHK 2つと民放3つだけみたいですね。あ、地デジでもやっぱこういう風になるんですね。なるほど。番組表だったら大丈夫かな。あの、左上 の小さい画面さえ映さなければ。よほら、今、NHK 一番左にすると、この画面に映ってる曲で全部かな。NHK2 個、RBC、B 級朝日放送、OTV。で、もう一回右にやると、ほら NHK 出てきた。あ、ケーブルどうですかね。笑っていいとも、そうか、やってないとこあるんだ。なるほどね。あ、いかん、テレビ、画面映ってる、画面映ってる。プリペイドカード、そんな高級なものはない。沈没するくらい、そうとも言えるかな。全くですよ。なるせここみ、誰ここみここみ石垣島はケーブルテレビ。ケーブルかもしれないですね。あ、ペイチャンネル。ペイチャンネルネタは、宿ではもうペイチャンネルネタは、使い古されすぎ。もう味がしないガムって感じですね。結構映ります。あ、映るっていうのはテレビかな。5曲ありますね。ドライさん。あ、ドライさんもしかして青森の夏泊半島でお会いしたドライさんでしょうか。今沖縄の離島にいます。足止め食らってます。フェリーが止まっちゃって。あとさんですね。ちなみにあれは今日、はい。あ、やっぱそうですね。お久しぶりです。ガリガリ君ごちそうさまでした。もう YouTube に動画アップしてます。旅が多いから女優には詳しい。旅が多いと女優に詳しいもんですか？世の中一般的に。どうなんでしょうね。まあ確かに。どういうつながりが。多分ホテルにいっぱいビデオ置いてあったりとか。ああ、なるほど。ホテル泊まりが多くて、いや、そういうことじゃないや。10秒くらい。ああ、なるほど。あとは小さい画面で見られたりするんじゃなかったかな。オートリーブバッグ。天気悪い。台風みたいな感じです。普通に台風だと思うんですけどね。こっちだ、注意報が出てるぐらいですね。オートリーブバッグは今回使う、結局、雨の中走るっていうほどのことはなかったですね。あ、元気でございます。一部屋いくら。ブログ情報とか見てると、二人で泊まると4000円とか書いてあるんですけどね、一人当たり。あと連泊すると安くなるとも書いてあるんだけど、まだ確認してない。値段表も見てない。圧逆ないです。今夜お楽しみですね。まだ値段分かってないです。連泊させてくださいって言って、それだけです。お風呂配信。ああ、ネロさんがやってんのか。じゃあこの後。今日もやってんの？じゃあこの後我々は、カーテンの隙間。さっき中からオラフキーさんが覗いてたとこですね。あ、初見さんいらっしゃいませ。確認しなさいよ。そうですね。まあでも、今私は郵便局で金を下ろしてお金うなっちゃってるんで、まあ、100万円ですとか言われなきゃ大丈夫ですね。50万円ぐらいなら。頑張ってください。50万ぐらいなら。あ、テレビ、この距離だったら大丈夫だな。で、あと何秒かわかんないんですよ、これ。またどうせ1分タイムラグがあるんだろう、タイムラグじゃないや、ロスタイムあるんだろうけど。そう、金下ろす前92円だったんですけどね。本当に危なかった。ジュースが買えない状態でしたよ、92円。食べ物安い沖縄でも92円じゃ食えない。確かにそうだ。あ、郵便局はですね、昨日の夕方、閉まる15分前に間に合いました。お疲れ様でした。じゃあちょうど、MQ してくれて、何を MQ するんだ。あ、足止め食らってることか。でも離島で足止め食らうなんてそうそうない経験ですよ。まあいい経験になりましたね。羨ましがってもらってもいいぐらいだな。決して強がりじゃないからね。明日は晴れるというか風が吹きませんようにですね。そうですね。風が吹かなきゃ多分船出るから。じゃあありがとうございました。あ、もう時間過ぎてるんですね。やっぱり。じゃあ最後の画を、絵はどうする？今どんな、NDK、
NDK。 じゃあ目についたもので映しとこう。ごゆっくり年越し配信、いや明日は多分本当に配信ないと思います。ツイッターで状況説明だけするんで。じゃあおやすみなさい。これから風呂入って寝ます。グナイ、おやすみなさい。うん、なんで無休なんだよ。羨ましいだろう。羨ましがってもらってもいいよ、これ。おやすみなさい。本当に何も代替手段ないですからね。うん、12ランキング。宿配信は人来るんですよね。なんか変なことばっかり。